やあフィリア、探索にでも行くところか。ううん、その逆、ちょうど戻ってきたところなんだ。どうだ、成果はあったのか。うん、いろいろとね。せっかくだし見てもらおうかな。じゃーん、どう？どうってこれはなんだ。見ての通り虫取り網だけど、なんか期待していた反応と違うな。いや、想像もできないようなものだったから。意外と苦労したんだよ、これを手に入れるの。NPC のわんぱく少年といろんな決闘をしてようやくもらえたものなんだから。いろんなクエストを見つけてくるな、フィリアは。でも虫取り網の使い道ってただのマップ演出用オブジェクトの虫を捕まえるくらいだよな。精神力と瞬発力を鍛えるのに最適だと思わない？ああ、リーファの特訓用なのか。そうそう、これでリーファも精神力と瞬発力がぐんぐん成長するはず。きっとリーファも喜んでくれるよ。フィリアがこんなにも応援してくれるんだからさ。これからも応援するって決めたからね。もしリーファが辛かったり苦しかったりしても私が励ましてあげるんだ。フィリアが支えている限りリーファはどこまででも強くなるだろうな。それから改めて私を助けてくれてありがとう。なんだよ急に。 SAO の時も今回も励ましてもらったから私は前に進めた。だからそのお礼。フィリアがリーファのことを思うのと同じだよ。俺だってみんなを応援したい。そっか。私がまた何かで落ち込んだりしたら励ましてもらうかも。なあ、もちろん。任せておいてくれ。2階のフィールドに突入だ。
こりゃどう見ても砂漠や荒野ってイメージだよな。どういうステージかつかみづらいね。道なりに進めばいいんじゃねえか。見渡す限り砂漠で道がわからないですけど。まあこういう時は勘だよ、勘。大丈夫かな。ヒントがないのも事実だし、周りを見るためにも少し歩いてみようか。ねえ。ん？誰もあえて言わないようにしていると思うんだけど、言っていい？どうぞ。暑くない？ああ、そう思わないようにしてたのに。もうダメ、暑いよ。まあ砂漠だもんな。ゲームなのにこういう部分の再現にはとことんこだわっているわよね。防具脱いじゃおうかな。それは目のやり場じゃなくて、いざ戦闘になった時危ないからやめてくれ。こんなフィールドだって思わなかったから、飲み物のアイテムもそんなに持ち込んでないしな。実は僕我慢できなくて、さっきポーションを一本飲んじゃった。あ、それいいアイデア。私もポーション飲んじゃおうっと。みんなおかしくなり始めてる。俺は自分を信じるぜ。振り向かず、ただひたすらに進むだけだ。うわうわ。で、ほんの数秒前に振り向かず進むって言ってなかったっけ？それどころじゃねえ！モンスターを引っ掛けしまった！新しいフィールドの初バトルか。みんな、準備はいいか？動いたらもっと熱くなりそう。でもここまで来てやられるのも尺よね。やってやりましょう。よし、行くぞ。はい、クレイン、スイッチ。
わっしゃー、おらー、よし、討伐完了だ。みんな、お疲れ様。ダメージを回復したいけど、ポーション全部飲んじゃったから回復できない。全部飲んじゃったのか。一本飲んだらもう一本飲みたくなっちゃって。勇気、私のをあげるよ。これ以上戦闘が続くとなると、私の持っている分でも足りなくなるかも。戦闘があることを考えたら、やっぱり一度戻って準備をし直した方がいいのかも。
やるな。わかった。やるな。